ショー、フリースタイル TV。 はい、今日は山手線駅ホームより痴漢撲滅運動、痴漢はやめろ、痴漢はやめろ、痴漢はダメよ。足元にご注意ください。はい、今日は痴漢はやめろってことで、痴漢撲滅運動ですね。でやっぱりちょっと海外から日本に来て結構軽い気持ちでね、海外の方が電車の中で女性のお尻とか触る人が結構増えてるみたいなんですけど、日本のその罰すごいですよね、処罰が。なので痴漢はねちょっとね危ないってことで、あと痴漢に対してなんで痴漢するのかっていうと、やっぱ我慢できないと思うんですよね、自分のその性欲みたいな。だからこの前ね、テンガラップ選手権で優勝して、日本全国の中の応募の中テンガラップ選手権で僕の曲がねナンバーワンに輝いて、テンガ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 、これのね景品、として、テンガから、いっぱいね、このオナホいっぱいもらったんで、痴漢に走らないようにね、これで性欲をみんなに回収してもらって、これをね電車の中でプレゼントしようと思います。それでは行ってみよう。山手線の中で痴漢撲滅運動ってことなんで、そうですね、このオナホール、オナホールでいいのかな、オナホールでね、オナホールを配りたいと思います。まあ、これでね少しでもみんなストレス発散してもらえる。この電話ちょっと、すいません、今痴漢撲滅運動をやってて、痴漢に走らないためにこれを差し上げてるんですけど、ぜひもらってくれないですか。天賀さんからなんですけど、はい、この前天賀ラップ選手権優勝したんで、ありがとうございます。ありがとうございます。一言、痴漢はやめろって僕が言ったらフッフって言ってもらっていいですか。はい、顔ちょっとずらってかかっていくよ。痴漢はやめろフッフッ、ありがとうございます。最高です。ありがとうございました。すいません、今痴漢撲滅運動っていうのをやってて、痴漢に走んないように今オナホールを天下の方にプレゼントしてるんですけど、ぜひもらってくれないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。一言だけ痴漢運はやめろさ、フッフッって言ってもらっていいですか。いい、じゃあ顔出し OK ですよね。いきますよ。痴漢運はやめろ、ありがとうございました。はい、痴漢撲滅運動3人ね。痴漢撲滅運動ってやってて、痴漢で走んない今オナホールをプレゼントしてるんですけど、ついもらってくれないですか。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。US テンガ、US サイズ、Where from? You know Tenga? I'm from Libya. Oh, Libya. You know where is that? No time. Present for you. Thank you. I say, 痴漢運はやめろ。You say, フッフッ。OK? 痴漢はやめろ。OK? Oh. 痴漢はまずい。そう。じゃあ僕が、フッフってます。OK。いくよ。痴漢運はやめろ。ありがとうございました。これどういう？これって何？わかんない。これはね、オナニー。オナニーするときに、いやビッグサイズでしょ？ハブナイスナイト。Thank you。
やべえな、もうあとスモールサイズしか残ってないよ。スモールサイズもう全部でっかいの。あ、こんにちは。今ちょっといいですか、1分ぐらい。今痴漢撲滅運動ってやってるんですよ。で、あの僕が痴漢はやめろって言ったらフーフーって言ってくれたら、これを漏れなくプレゼントしてるんですけど、こんな報道待ってくださいよ、それ。よいしょ。新宿池袋方面行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。 The local train will arrive shortly。 で、なんで今日あのこんな感じ痴漢撲滅運動ってやってるかというと、でなんでこう駅のホームだったりとか電車の中でやってるかというと、やっぱね、政治家みたいにね、あの国会とか 国会議事とか、国会議事堂とか、あと、まあ、部屋の中とかで喋ってても、なんだろう、インパクトだったり説得力がないと思うんですよ。やっぱりその現場、やっぱ痴漢っていうのは家の中で起きてるわけじゃなくて電車の中で起きてるわけだから、やっぱ電車の中でその体を張って、ね、痴漢撲滅運動ってことをしないと見てる人たちもわからないと思うんで、なので今日はその電車の中で、あの本当にもうプライド捨ててますよ、自分恥ずかしいですよ。だけどその恥ずかしいなんて言ってられないですよね。痴漢をなくすためには電車の中で、あの痴漢撲滅運動しないといけないということで、今日はこういう形でやっております。はい、1番線に渋、間もなく1番線に、これ面白いね、渋谷品川方面行きが、次はあの痴漢されそうな女性に、あの結構ね、やっぱさりげなく欲しいとかさ言えない人いると思うんですよね。痴漢に合いそうな男の人にこれをプレゼントしまうっていう形で、女性に渡すのが、痴漢に合いそうになったらその人にこれをプレゼントする、そういうパターンもやってみよう。まあ、ノリのいい女の子がいたらね、わーっとほっぺ叩かれそうだよ。あ、すいません、すいません、あの今日痴漢撲滅運動っていうのやってて、あのこれプレゼントしてるんですけど、ぜひもらってください、このホール、はい、違うんじゃないですか。で、あとお姉さんたちももし痴漢に合いそうな男の人がいたら、あの私のシールさらまにこれで今夜はあのやってくださいということで、あのプレゼントぜひいただいてください。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。で、あと三丁さん、素敵な3人が、ね、いそうなんで、これで、あ、美味しいですか、ありがとうございます。あ、もうここでおしまいなんですけど、ありがとうございます。で、あと最後一言もらっていいですか。僕が痴漢運はやめろって言ったらフーフーってもらっていいですか。僕が痴漢運はやめろって言ったらフーフーってもらっていいですか。そうです、いきますよ、いきますよ、痴漢はやめろ、あれでした、あれでした、はい、無事に、はい、全部ね、はい、終わりました。あのそういう痴漢をしようとするその、ね、エネルギーが全部ねオナホールに行くと思います。これで、まあ、天下の回し物、いや、天下ラップ選手権で優勝して、しあの賞品でいただいたんですよね。そうなんですよ、ネットで出てる、出てます、あのショーで検索で天下って検索してください。ショー、はい、わかりました。ショーで検索、ショーで天下って検索したら出てくるんで、天下、天下って結構出てくるんで、お願いします。わかった、そう、ショーで、そう、出てくる、あ、じゃあ、おります。はいはい、ご覧ください、はい、あの今日ね、痴漢撲滅運動に一人ね、あの協力していただけることになりました。それでいきますよ、痴漢はやめろ、痴漢はやめろ、さあ、はい、頑張りましょう。あ、そういうところで、電車の中で、ね、どうぞお待ちください、どうぞ閉まります、痴漢はやめろ、よいしょ。ということで、じゃあ今日はね、ここであの最後お別れの言葉を言いたいんですけど、あの今日もね、みんな動画最後まで見てくれてありがとうございます。あのそうだね、今日は余計なこと喋らない、とりあえずあの今また新曲作ってるんで、新曲も楽しみにしててください。あとはそうですね、あのもうここにね、メッセージあると思うんですけど、まあ、このメッセージの通り、あのこの曲を知らない人はね、ここで検索してください、この通り。ということで、次回のね、ショーフリースタイル TV も絶対見逃し、元気ドンミス、今日はありがとう、はい。
はやめろ、やめろ、やくブーツはやめろ、やめろ、やくブーツはダメよ、ダメよ、やくブーツはダメよ、ダメよ。ショー、フリースタイル TV。